数々の疑惑から5月20日デビュー17日目にして活動休止を発表したルセラフィムのキム・ガラム。以前キム・ガラムが宮脇さくらの整形疑惑の鼻をいじった動画が物議を醸しています。問題の動画ではキム・ガラムが宮脇さくらの鼻について言及し笑い崩れるというシーンがあり、メンバー間でいじめが起きているのではないかとさらなる炎上を呼んでいます。キム・ガラムはデビュー前から飲酒喫煙と数々の疑惑がある中で一番大きな問題となったのはキム・ガラムが中学生時代に起きたといういじめ疑惑。所属事務所のソースミュージックとハイブはキム・ガラムは被害者であるという主張を貫いており、活動休止の発表と同時に当時の詳しい状況を説明しました。以前の動画でいじめとその他の疑惑について公式が発表した内容をご紹介しておりますため、気になる方はそちらをご覧ください。そんなデビュー前から問題視されているキム・ガラムですが、今回の炎上は過去の出来事ではなく、まさにルセラフィムとして活動中の現在に起きたことでネチズンに衝撃を与えました。5月14日ルセラフィムは YouTube に動画を投稿。動画では撮影前の様子やメンバー同士のトークが収録されており、パフォーマンス中とはまた違う自然なメンバーの姿が映し出されていました。動画の後半、メンバー同士で褒め合いゲームをするという流れになり、隣にいる人を褒めていくというゲームを行いました。このゲームのポイントは笑ってはいけないという制限があることでした。最初にゲームに挑戦したキム・ガラムは隣にいた宮脇さくらに対して、お姉ちゃんは目がクリッとして大きいしお鼻も綺麗だしとコメント。その後ガラムはなぜか大爆笑して崩れ落ちたのです。このことが炎上を呼んでいる背景に、宮脇さくらの鼻整形とキム・ガラムが宮脇さくらのことを整形モンスターと言っていたという2つの疑惑が絡んでいます。宮脇さくらの鼻整形疑惑についてはルセラフィムとして再デビューする前のアイズワンとして活動していた頃と比べて鼻が高く尖っている、ヒノキオみたいだという内容がネチズンの中で噂になっていました。本人は整形について何も発言しておらず、整形しているという証拠は上がっていませんが、ハイブのアーティストに多く見られる高く尖っている鼻ということからハイブ鼻とも呼ばれており、今でも議論されています。さらにキム・ガラムがアイズワン時代の宮脇さくらに対して整形モンスターと言っていたという疑惑が上がっています。これはキム・ガラムの同級生の証言ということもあり信憑性は低く、事務所も否定していますが、ファンの間で話題になりました。そんな2つの疑惑がある中での今回の事件、笑いが出てしまったことについては動画の流れを見ると、笑ってはいけないという制限の中で照れ笑いしてしまったと見ることもできますが、そのシーンの切り抜きだけを見るとかなり衝撃的な映像になっています。突然笑い出したキム・ガラムに宮脇さくらも困惑。宮脇さくらの隣にいたキム・チェウォンもキョトンとしていました。ネチズンの反応は、照れ笑いとかの問題ではなく、相手が触れてほしくないことに平気で触れられる素質がどうかと思う。ガラム本物だね。チェウォンが何言ってるのって顔してる。鼻というワードが出た時にさくらとチェウォンの目に緊張が走った。ガラムそういう人間なんだと思った。さらにゲームの最後、キム・ガラムが褒められる順番が回ってきた際、褒める側だったホユンジンが腰がつったと、ゲームはキム・ガラムが褒められることなく終了しました。このことでメンバーの不仲説が浮上しました。どうしてそんな発言をしてしまったんだという気持ちで、正直こればかりはかばいきれません。あえて宮脇さくらの鼻について言及する必要もなかったと思いますし、その後に大爆笑したというのが完全にアウトでしたね。今回のお話は以上です。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。